さあ今宵も行きましょうか。皆様お笑い芸人のキャインはお好きでしょうか。私は大好きなんですよね。こう電波少年で他の国からこうお互い行って国境でキャインをするあの企画が本当大好きで、まあまあまあちょっと本題に戻しましょう。本日はそのキャインの天野くんの母校で起きた事件でございます。よろしければ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では行きましょうか。またもしよろしければチャンネル登録、高評価、ご協力のほどよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。では行きます。豊田市女子高生強盗殺人事件。まず最初にその被害者の情報を皆様にご説明させていただきます。で2番目に事件の流れで、3番目に現場の状況で、4番目捜査で分かったことで、5番目にエピローグというようないつもの流れでいきたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では行きましょう。被害者情報に移っていきましょうか。事件が起きたのが2008年の平成20年でございます。 S さん、事件当時15歳でございます。愛知県教育大学附属高等学校の1年生でございます。で、多分ねこの学校を受ける方の特徴としてはやっぱ先生に憧れてるっていう方が多いんじゃないのかなっていうのが僕の中でちょっと主観ではありますけどありますね。というのがやっぱ進学先でその愛知県の教育大学っていうのがやっぱ結構多いんですよ。まあ付属だからって突っ込まれそうなんですけど、国立だったり県立っていうのは中高までは上がれますけど大学っていうのは結局一般受験をしないといけないので付属っていうメリットはないんですよ。なので一般受験でこう上がってらっしゃる方が多いということを考えると、まあ先生になりたいっていう方も多いのではないかと私は思います。そしてサッカー部のマネージャーを行っておりました。それでは事件の流れに移っていきます。2008年5月2日まず午後6時30分まで S さんは夕方までサッカー部のマネージャーとして部活動に参加しているんですよ。そして午後6時45分ごろ高校の校門付近で友人と別れて自転車に乗り一人で帰宅するんですね。まあここまではもう本当日々よくある話だと思うんですよ。でバイバイまた明日ねみたいなそんなような流れだったと思うんですよね。そして午後7時30分ごろ S さんが帰宅時間になってもう帰宅時間を過ぎていたんですよね。それでも帰ってこなくてどうしたんだろうということで親御さんが S さんに電話をするんですよ。でも応答がないんですよね。あれおかしいなというふうに周辺を探すんですよ。でも全然一向に帰ってこない、そして見つからないということから午前0時頃に警察に行き S さんの捜索願いを出すんです。で捜索願いを受けた警察はすぐさま対応してくれるんですよ。いや今回ばかりはねこのケースに関してはもう本当頼りになるなと思います。で警察はまず最初に携帯電話の会社に連絡をするんですね。その携帯電話でこう位置の検索をできるのではないかというところで依頼をするんですよ。で依頼を受けた携帯会社も微弱電波を利用して場所を絞り込んでいくんですよ。そしてその間も S さんの携帯に警察並びにそのご両親でずっと電話かけ続けるんですよね。最初はずっとプルプルプル電話が鳴るんですよ。でも途中からその通知音というかプルプルプルそれすら鳴らなくなるんですよね。で両親そして警察の署員またその知人らは夜通し一生懸命 S さん
がどこにいるのかっていうのを探し回るんですよ。携帯会社からいただいた位置情報をもとにみんなで捜索していたんですよ。その時、家族の知人がついに S さんの遺体を発見することとなります。そして通報いたします。それが午前5時半ごろでございます。 S さんが発見された場所は S さんの自宅から1キロほど離れた豊田市生駒町切れ戸の農道の横にある畑のところにところで発見されたんですけど、その時の状態としては口にタオルが押し込まれている状態で、首には工事で使用される伸縮性のある幅 3.8 センチの黒いビニールテープが70右巻きに巻かれている状態で倒れていたんですね、仰向けに。で、着ていた制服は泥で汚れ、激しく争った形跡があったそうでございます。で、S さんのつけていた下着は持ち去られております。で、S さんの目と鼻は殴られた跡がありました。で、倒れた自転車と脱げた靴、携帯電話がその周辺に落ちておりまして、携帯電話は泥水が浸水したためか壊れていたそうでございます。で、通学用のショルダーバッグと財布がその場からなくなっておりました。紛失していたショルダーバッグなんですが、遺体発見から約30分後午前6時頃に現場から約15キロ離れた岡崎市稲熊町にある小呂川の土手で発見されております。で、発見したのは散歩中の主婦でございました。で、発見されたショルダーバッグの中には教科書、腕時計、電子辞書などが入っておりまして、その中に入れていたはずの青色のジャージがなくなっておりました。はい、それでは現場の状況を見ていきたいと思うんですけど、愛知教育大学、この中に高校もあるんですけど、そこから犯行現場となったのが約4キロ離れているんですね。で、部活帰りで疲れていて暗い道だなっていうことを想定すると、多分ね、キロ5、6分ペースで走行していた可能性があるんじゃないかと私はちょっと個人的に思うんですよ。まあ夜な夜なジョギングしているんで、まあ大体それぐらいのペースに収まってくるのかななんて思います。で、犯人に遭遇したのはそのペース感で考えていくと午後7時5分から15分なんじゃないのかなっていうふうにちょっと推測できるのかなと思います。何よりもね、たったあと 1キロで自宅だったのにっていうふうに思いますよね。で、この場所はもうほんとちょっと行けば、今だからかもしれないんですけど、ローソンじゃなくてファミリーマートとかもあったり、結構ね、畑があるんですけど、とびとびでこう住宅が密集している場所とか、そういうのもある場所ではあるんですよね。で、次見ていただくのは S さんが発見された場所とショルダーバッグが発見された場所なんですね。で、このルートを見ていただくと、このルート上に電車って、直接的な電車ってないんですよ。ということを考えていくと、まあ最寄りの駅はありますけど、ちょっとだいぶ迂回しないといけないですよね。で、そのショルダーバッグには争った時に出ついたと思われる泥もついていたということから、多分ね、犯人は逃走中にそのショルダーバッグを捨てた可能性が高いんですよね。ちなみにその泥川はものすごいちっちゃい川なんですよ。多分ね、車で犯人は移動したのではないかと、ちょっとこれはね、個人的には思います。警察の捜査で分かってきたことなんですけど、死因はテープによる窒息死だったんですよ。 S さんって首に
その 3.8 センチのテープ、黒いテープ巻きつけられていましたよね。あれがもう少しね、優しく巻きつけられていればともちょっと思いますね。で、目と鼻に殴られた跡があり、ショルダーバッグと財布がなくなっていたことから、まあ乱暴、その暴行したりとかね、暴力振るいたい、もしくは金銭目的と見られております。まあその線で警察は捜査しているんですけど、で乱暴が続くんですけど、ここはちょっと行間読みながら聞いていただきたいんですが、 S さんには乱暴された形跡や体液も検出されておりません。でまた当初複数による犯行なんじゃないかっていうふうに警察は考えていたんですけど、現場からは S さんの足跡と、あともう1種類の足跡しか検出されておりませんので、多分単独犯なんじゃないのかなっていうふうに見られております。で S さんのブレザーや衣服、そして十何キロか離れたところに捨てられてあったそのショルダーバッグから、犯人のものと見られる手袋の跡であったり、犯人のものと見られる DNA の一部が検出されておりますが、未だに逮捕に至っておりません。ここからはエピローグとさせていただきます。まあちょっとね、私なりに考えていくと、まあ、犯人像を考えるにあたって、まずね、やっぱ犯行に使われた工事用のテープ 3.8 センチの黒色ので、あとね、ちょっとここ説明してなかったんですが、現場には遺留品として結束ベルトがあったんですよね。なのでそこから推測できるのは、少なからず工事系の仕事の経験がある人なのではないかということが考えられます。で手袋をしていた、そしてこれらの備品を用意していたっていうことを考えると、計画的犯行だったのではないかということが考えられますが、ただね、ちょっと目的が分かんないんですよね。その何が目的なのかなって、未だにやっぱりね、発見されていないのが財布、ジャージの上下で、あと被害者の下着、この3点が見つかってないんですよね。で本当にその金銭目的だけであれば、なぜジャージであったり下着を奪う必要があったのか。よくこう下着泥棒とかそういうのが見つかった場合、体育館みたいなところにこう下着とかバーッと並べて、こんな盗んでましたよみたいな、そういう映像あるじゃないですか。だからもしかしたらね、その財布はその金銭目的と見せかけるためのカモフラージュであって、そういう癖の人の可能性もなくはないかなとは思うんですよね。であれば自宅であったり、そういったところに下着とこの被害者のジャージ、それがあったとしたら、もう犯人である可能性が非常に高いのではないかというふうに考えることもできます。ただやっぱりね、こういろんな事件をこう見て調べていくと、本当にね、微々たる額で人を襲うっていうケースも結構ありますんで、一概にそうとは言えない部分もありますが、そこがねちょっと分かんないなって思って、目的が2種類あるんですよね。そういう癖をお持ちの方、もしくはお金目的、しかも女子高生が現金で持っている金額ってたかが知れていると思うんですよね。それが目的だったとしたら、どういうことなんだろうっていう。むしろ岡崎の方に逃げてますんで、ガソリン代も吸収で、まあできないんじゃないのかなって思ってしまう部分もあるんですけど、ちょっとね、目的がどっちなんだろうっていうのが非常に気になります。まあ何よりもね、私が考えた前者の方であれば、もしかしたら未だに手にしている可能性はあるんじゃないのかなって一瞬ちょっと頭をよぎりました。どちらにしても早く見つかっていただくことが、まあ早く見つかっていただくことを祈ります。
はい、それではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。